じゃあいきます、はい、3、2、1。おめで魔術師かっこ生物ランク10でございます。果汁では、はい、ありがとうございます。来週の俺100はこんな感じの3本でござ。来週もまた、もう一回いきます、すいません、はい、来週もまた見てください。じゃんけんぽ、わわわわ。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、安田大サーカスのクロちゃんです。わわわ。さあクロちゃん来たしんよ。なんで今クロちゃんがこんなことしてるかというと、今回アニメ100万の命の上に俺は立っているの声優さんをさせていただきます。やったー、オファーが来たし。この作品ね、いろんな可愛らしいキャラクターとか個性豊かなキャラクターいっぱいいるので、クロちゃんね楽しみにね今現場来てます。やっぱりね、今も言ったけど可愛い子、可愛い子はたくさんいるのでね、このね分かりやすいようにね、まあ皆さんね見てるから分かるかもしれませんけど、魅力的なこの中でもこの子、新藤優ちゃん。新藤優ちゃんはね、読者モデルもやっててね、成績優秀、学校でも人気者。この子はね、いや、ギャル要素持ってると思うんですよ。なので彼女をするんだったら新藤優ちゃんかな。けどね、あの時立ゆかちゃんね、 YouTuber 的なね配信をやったりとかしてるっていうのでね、アニメ好きとかそういうオタク系の好きなのってやっぱりね、アイドルにクロちゃんねしたいかなと思うの。まあ元プロデューサーでもありますので、やっぱり水着審査から入りますけど、で YouTube やってるのでね、まあカップル YouTuber みたいなことも一緒にできたら、あけどそうですね、クロちゃん的には、あの僕、アイドルとは恋愛禁止なので、もしも付き合うんだったら一回ねアイドルやめてもらわないといけないですけどね。そしてね、こちらのじゃじゃーん、箱崎くすえちゃん。この子はね、ね芯が強くてね可愛らしいでしょ。妹キャラがいいよね、妹でね。でお兄ちゃん何してんのみたいな、ちょっと言われてみたいよね。いや何してんのって違うよな、歯ブラシ間違って俺の使ってなかったみたいな、ちょっと菌映るよみたいな、全然お兄ちゃんだったら全然大丈夫みたいな。そうね、確かにね、ちょっとぐらいね金を入れた方がね体って強くなるからねみたいなね。こうやって魅力的なキャラクターいるのはもう最高だと思うので、俺100絶対に皆さん見てくださいね。毎週見てくださいよ。100万の命の上に俺は立っている、立っているしんよ。見てね、指ハート。